投下いやだから今日多分検察行ってると思うからあれだよね今日もし釈放されてなければ投下交流確定うんあの48時間以内に検察庁行かないどこ,どこか分かんないよ宇都宮の、うん、その簡易裁判所があるとかあるんだけど、うん、どこ行くか分かんないけどそこに行ってなんかやるんでこのあとのなんか調査が必要かみたいな今日釈放されてないの まさか今,日今日中に釈放されてれば4八交流に済んだってことだよ。4八それとも延長 ?4 八ないやだからそギリギリじゃダメなんだよ。うん、だ四十48時間以内に行かないといけないから多分逮捕されてんのが昨日,今日,の,昨日の朝なんだよ。 昨日の朝8時だからで、今日の朝8時で24時間じゃんで。検察庁も空いてる時間決まってるから、夜の 9, 9時ぐらいから夕方ぐらい前だから、だから今日行ってるはずなんだよ、間違いなく。うん、あの感じだと昨日の朝でしょ、逮捕されたの。うん、だ昨日の朝8時ぐらいに逮捕されて、今日の朝の8時で24時間じゃん。だからそっからもう多分今日の朝ぐらいに検察庁行って、 あの交流延長するかしないかになってんだよたもん略式でも,でもまだ取り調べ全然進んでないから絶対延長だと思う100%釈放すだってやるじゃんだって配信するじゃんツイキャスでも何度でもでもやってないってことでしょ中ちゃんじゃあだから多分延長で10日交流でしょ あのあの23日考慮になると思うけどね。大体なるらしいよ、8割、9割。なかなか10日で出られるってことはあんまないみたいよ。<laughs> 残念ですが、まあね。えー、クロちゃんお留守場合いなかったら出い。10個猫か。 あざすひらがな漢字の方ありがとうございますくどちゃん、ね猫缶来たよこれ一番いいやつふわっち猫来たよあじゃあこれすまんね。くじょこれ、花火10発分くじょ花火、これね、10個だから、何発分これ。500円が 10, 10個だから何個これ5。5発分か、5発分。あじゃあくじょー この美はかしいだにょんじゃあ、クヨちゃんあと23発ね、クヨちゃん。あと23発でチュールだよ、クヨ。ああ、頑張れる、クヨ。頑張れないクヨちゃん。ああ、そうか。かわいいね。ありがとう うんはいそうやってね見んなからねコメント、うん、ね、頑張ってねくどちゃん今日もあと23万円2万3000円だよあと2万3000円ちなみに、まあ、さっき言おうとしたんですけどまあち中ちゃんにはねちょっと あれなんですけどまあ A 番でしょうねうん、A 番確定ですはいなかちゃん A 番確定ですもう多分復活できないと思いますうんいや本当にだってもう犯罪系は一発 A 番だもんうんもう逮捕されてるのが報道されちゃっただけじゃんあんな大々的にニュースとかになって それはふわっちは許さんよ絶対うん、うん、まあ俺の時はまだ緩かったしねまああとふわっちでやってなかったからじゃない配信ニコ生だったからそのやったやつは、うん、犯罪をね いやもう厳しいと思うよ赤ちゃんは。で明日ねちょっと面会行こうと思ったんだけどなんか行けないっすねこれ。養、うん、分伊藤からなんか連絡来てさ うん、これあーこんばんはですあすあ女性の方ですかねあ,ですか、うん、ありがとうございますひらがな方初めての方ですかねありがとうございます猫かうんありがとうございますでなんかこういう LINE が来て、ね、ちょっとい明したにいけなくなっちゃった なんか明日ね仲嫁が面会行きたいみたいなんで我慢してもらいたいみたいですって、うん、ちょっと行けなくなっちゃったねあれじゃ、ね、子供と行くんじゃないうん3人入れるから子供ね中学生の子供二2人ぐらいいたじゃんと行くんじゃない学校休んで。 ていうか、あのー、放送でやってたの、それ。うん。ふわっちの放送でや、その、ベッドを燃やしますみたいなタイトルでやって、よく番にならなかったね、それで。なったの。うん。それで番になったの。なってないの、嘘でしょ、燃やすっつって。 なななんでバンになってないんだろうだ逮捕されるような案件だったってことでしょんでウーゲはそれをバンにしないの、うんうん、燃やすとこは映してないからあそうなんだあだから大丈夫だったんだ。 なるほどね、うん。でもこれってさ、配信やらなければ逮捕されなかったってことでしょ。配信やったから逮捕されたってことでしょ。うん、黙ってやってなかったよね、配信外で。うん、じゃ何事もね、全て配信でやっちゃダメなんだよ。うん、何事も。 まあネタにしたいのはわかるけど、うんまあ、そういうね、なんか犯罪になるようなことを、ね、配信でやるっていうのは駄目なんだよ、うん。まあでも、寝耳に水だったんじゃないだっていきなり家に来たんでしょ、うん、寝ててさ、朝の8時ぐらい、俺も体験したことあるもん。うん、俺も不法侵入してきたからね。 森起きろ」とか言ってさうんでお起きたらさなんか知らない人がいっぱいいるんだよ、うん、で逮捕状出てるからとか言ってさ、ね、手錠かけられてさ、うん、とびっくりした時何のことか分かんないんだよ最初、うん、そうで何の容疑かその 教えてくれんじゃん逮捕するときに何の用具で逮捕しますみたいなそれでも俺分かんなかったもんうんで偽札ってなんか俺全くね使,使った覚えなかったからうん、えなんで逮捕されたのかないきなり来るからね 怖いよいきなり来るから。うん、それ出頭要請無視とかそれはしてないんじゃないそういうことは。うん、だそれやってたら行くでしょって。うん、だそれだったら悪質は捉えちゃうもん。どこのソースなんそれ出頭要請無視って。どこのソース見てもなかったよ出頭要請無視なん、うん、いやしてないしてない俺見たもん全部。 記事とか、なんかみんながついた話で一つ一言も書いてなかったよ。足抜きとかも見たけど。うん、あ本当に出てんのそのニュースで。あ、そうなんだ。そりゃ逮捕されるわ、うん。それ自業自得だよ、中ちゃん。それかばんもできないわ、それは。だってそれ出頭すれば、 まだ大丈夫だった大丈夫ではないけどまああれなんじゃない普通になんかはん反省してくださいみたいな許された可能性もあったんじゃない、うん、もしかしたらだよ、うん、そ自分の敷地,敷地内でねベッドを燃や,燃やしただけだから逮捕なんかされなかったかもしれない,、うん、いそれなんでだろうねそれ中ちゃんに聞いてみたいなって な出頭要請いかなかったのって本当に来てたんだったらうんいやでもそれも配信のねネタにするのを選んだんだったらは配信者じゃない ?A 番になる可能性があるのにネタのためにそこまでするとか配信魂を感じるね俺は出頭要請無視とかすごいよ それ考えてちゃんとやってたら中ちゃん A 版になったらいやでもツイキャスでいけんじゃない、うん、で中ちゃんでふわっち A 版になってもまだいっぱいやるサイトあんじゃん、うん、ああミキーあれだす、うん、兄1個だすあ英語の方1個だすそう見逃ししましたすいません 面会明日がでしょ、だから。今日帰ってきてないんでしょ。だから明日の朝からみんな行くんじゃないでもなんか明日は俺来ないでくださいってね、仲よ、仲嫁が言ってるみたい。わかんない。養分の人捨てに聞いた話だと、うん。明日をね、ちょっと行こうと思ってたけど、なんか養分のね、なんか LINE が来て、仲嫁が、よっさん明日行かないでくださいって。 私たち家族が行きますってって。うん。だから来ない、来ないでくださいって言われた。まあ、あさってでもいいけどね。で、まだ平日でしょ。平日しかできないから。うん。ああ、キャットフードを黒にあげました。じゃせー。黒出ました、ね。ありがとうございます。 明日行きたいけどね家族ね話したいことがいっぱいあるんじゃない雨だったら行かないよだまされてないんじゃない養分って嘘つきなんだって嘘つかないし。 まあ本当かかかどどうか分からないけどねこんなことで嘘ってこういうそんな人じゃないでしょさすがに。ね人にはね人にはすぐ暴力振るうけどさすがに嘘はつかない人なんじゃないのこういうことには。